ちゃんころころー。ちゃんころだぜ。今回はこのゲームの紹介でーすー。エベアイボドイスゴネとテラクツレ幸福な消失。タイトルはコピペしてるだけだから読み方合ってるかどうかは知らないからね。ちゃんとした呼び方で呼ばしてほしいぜ。気になる人は調べてね。ちゃんとやれや。リア充のマーク出てるにょん。リア充転ぶべし。一応あんた神様なんだからちゃんとしてくれよ。まあ置いておいて、このゲームはどんなのなんだ。人が消えた街でその痕跡をたどっていく探索系アドベンチャーかな。あと音声は日本語だけど、英語もできるから映画みたいに楽しめるかもね。へえ、なかなか楽しそうだぜ。今回は真面目にセリフ入るときはお口にチャックするから。毎回真面目にやってくれよ。竹丸子でもしゃぶってな。後で覚えておけよてめえ。ほら、始まるにょん。私はキャサリン・コリンズ博士。これを聞く人はいるのだろうか。何もかも終わり、残されたのは私だけ。動かせるようになったんだわさ。こっからは自分で探索していくのか。音や光を目印に歩いていくといいのよ。生きている限り放送は続けようと思う。私が正しければ谷全体の信号を受信できるはず。あの出来事で痕跡が残った。それが何なのかは分からない。でも理解できるよう努力をしていくつもり。痕跡の先に答えがある。答えは全てここにある。答えは光の中に。ミステリアスな雰囲気だぜ。でもこのゲーム以外にマップ広いのに歩くの遅いんだよね。ゆっくり味わえってことなんだろ。だとよ、決まる子やろう。底辺のチョコでも食ってろやクズが。川かむりの竹丸子が好きなクズが決まる子をけなすことは許さんぞ。お前ら今回は真面目にやるんじゃねえのかよ。静かにしてね、音鳴ってるでしょ。緊急措置委員会からの特別発表です。異例の事態により1982年危機管理法案に基づき、この地域のラジオとテレビ放送は委員会の統制下に置かれます。ラジオとテレビは常につけておいてください。屋内にとどまり、他人との接触を避けてください。地域外への電話は控えてください。慌てずマナーを守り、落ち着いて行動してください。最新情報はこのチャンネルで。霊夢は調子だけはいいんだよな。うふふ、そんなに褒めても何も出ないんだからね。バカなのかな。あきキはバカじゃない。このゲームで言わなくていいからな。絶対言うなよ。幸福な消失王になる。意味が全くわからんにょん。わかるやつなんていないだろ普通。私が普通なんだからね。えぐぬぬ。なんか操作するやつ来たんを。光を集約するとこに動かすみたいな。一応操作するのか。面倒いだけだからストーリーだけにさせてよね。どうも。
私は職務を果たしているだけです。今回はあなた方2人が現場唯一のスタッフだ。メインゲートの電源が落ちでもしたら観測所に出入りできなくなる。そのために予備発電機があるんだろ。こんなことを議論している場合じゃない。閉じ込められても泣きついてこないでくださいよ。閉じ込められたら君のところに行くことはできないだろ。難しいことは僕らに任せて、君は葉っぱの掃除をしたり電球を変えてさえいればいいんだよ。いいな。さあ帰れ。ろくでなしが。今のは余計じゃない。腹が立つからといって周りに当たるのはいただけないわ。ケイト、ちゃんと話し合おう。いいえスティーブ、もういいの。とにかくここを抜け出すには今夜が絶好のチャンスなのよ。アレイを準備して、私は6号棟に。ケイト、愛してる。分かっているだろう。ええ、そうね。さあ始めましょう。デイム愛してる。分かっているだろう。ええ、そうね。気持ち悪い茶番はやめてにょん。ふぬーん、ふぬーん。じゃあ、俺も気持ち悪い茶番だと思ったんだぜ。自分もやってて吐き気がした。あたいもだわさ。ならなんでヨウムは封印したんだ。ノリかな。封印の理由がクソすぎるだろ。マリサ大丈夫、いてもいなくてもいいから、わら。確かにそうだけどかわいそうだぜ。ほら、ジェレミーだってさ。チャプター1ってとこかな。光の玉が浮いてるぜ。追っかけるんだよー。痕跡を探すゲームだもんな。いろいろ探して、謎を解かないとね。まあ平成の名探偵コマルンと呼ばれた私には楽だけどね。デイムは体は大人、頭脳は皆無なやつだろう。あれを見る限り、隔離はかなり本格的なもののようだね。バウトン夫人が道路閉鎖前に村を出てしまったなら、見つかりそうにないな。事態が収まるまではね。でもなんだかとても変ですわね。だってここは養豚ですよ。こんな乱暴なことしなくても。だが委員会が道路を閉鎖するほど危惧しているのならば、正当なことだと主張するだろうね。とにかく私たちは当分どこへも行けない。でもライフルを持ってたわ。銃を持った兵士です、シュロップシャーに。みんなどうかしてるわ。下院議員に手紙を書こうかしら。そうだね、バーバラ。私が個人的に届けるよ。バリケードが取り除かれたらだが。さあ行こう。一日中谷で老人を探すわけにはいかない。診察所を開けないと。戻ったら鎮痛剤を用意しないとな。急に頭が痛くなるんだ。本当に映画見てるみたいな感じだぜ。内容的にはやっぱりゲームって感じだけどね。演出は映画みたいだよね。雰囲気もいい感じだ。ある意味雰囲気ウォーキングシミュレーター。その主も雰囲気ウォーキングシミュレーターだと思って買ったら、ドラマ仕立てで驚いたらしいよ。電話が鳴ってるぜ。誰？もしもし？ケイト、これを聞いているなら光学アレイを停止するんだ。あれは観測所を通じて僕らのところにやってきて、谷を越えて広がろうとしている。ケイト、このままにしておくわけにはいかない。勢いを増している。僕はクライブに空爆命令を出すよう伝えるつもりだ。他に方法がないんだよ。うまくいくかはわからないが、助けが必要なんです。クソッ、ダメだ。電話を切るんだ。電話の中にいるんだぞ。空爆とかヤバい雰囲気だぜ。空爆されたら死んじゃうよ。怖いよママ。神様ですよね。子供だからしょうがないにょん。封印になってねえじゃん。普通に出てきてるし。まあチェーンソーとかノコギリで一撃死するような神だからしょうがないね。別にチェーンソーとか怖くねえし、ガクブル。ほら、またイベントみたいだぜ。この操作するの面白くないし、カットしてほしいよ。ちょっとくらいいいだろ。
あまり自分を責めないで。みんな通ってきた道よ。君は違う。いい加減にして。データを考察して再提出すればいいじゃない。発想は合ってるのよ。ただ数字を間違っただけ。まったく、バカにしてるのか。バカになんかしていないわ。あなたはとても素晴らしい人よ、アップルトン博士。ねえ、私たち二人で一つよ。明日の夜の観測結果はあなたのものよ。あなたがチャンスをつかんで調べたんだもの。理解されなかったとしても私は認めるわ。慰めているつもりか、スティーブン。前向きに考えて。このあたりじゃあなたは英雄、宝刀息子の帰還でしょ。そのうちあなたの銅像が立つに違いないわ。好きなだけ笑えよ。きっと今頃教区会が小委員会に作らせてるところだろうな。あなたは優秀よ、アップルトン博士。まったく。今回はそろそろ終わりだぜ。またねー。まただぜ。ご視聴ありがとうございました。